きのは東京室に一人残る君が声をかけてくれるのを期待して一人よがりの妄想で快適な幻想に溺れていた君も同じ気持ちなんだろうの都合の異常展開のようにこの僕だって少しくらい主人公になってもいいのでしょう一方的な思い込みに乗って安心していたバカバカな僕に教えてよどうすればよかったの一度だけ君の姿を見たんだ髪を染めて少しだけ変わってしまっていた声をかけようとしたけど隣の男を見て振ろうとした手を引っ込めるハッピーエンドの二次元アニメの勇気のある主人公のようにこの僕はどうしてもと踏み出せなかったのだろう自己憐憫と巨大妄想に支配されてるこのバカバカな僕を助けてよもう抜け出したいのにハッピーエンドの二次元アニメの都合の異常展開のようにこの僕だって少しくらい主人公になってもいいのでしょう一方的な思い込みに乗って安心していたバカバカな僕に教えてよどうすればよ